キチャンネル。ちょこんにちは。さあ5月総チェックということで、今日は西武、そして中日編ということで、うん、まあ、西武ライオンズ松井監督変わりましたし、まあでもこれは仕方ないね。はい、もう交流戦前に変えないと、交流戦終わって多分今借金15で交流戦入ったから、はい、交流戦終わってもし借金20になったら、うん、もし最後3位争いでも戦うってなったら、うん、7-8で借金10を10ずつ完済しなきゃいけない、うん、もしくは8ずつ完済して最後、それはきついやろ。きついですね。借金 8完済って、うん、5月のロッテぐらい行かなきゃいけないからね、貯金11だから。あれもだって相当な奇跡ぐらいのものじゃないですか、うんうん、だって5月の広島よりも貯金作らなきゃいけないから、うん、もうかつ、ね、何連勝もしなきゃいけない中で、うん、まあ、難しいっていうところで、うん、もう監督変えて、まあ、なんとかね、この交流戦で貯金を作って借金を減らして終盤ね、うん、だから7-8-5ずつぐらい換算できれば、だからこの交流戦で借金5をちょっとなくしたいよね、うん、そうですね、うん、っていうところで来てますけども、うん、はい、西武はね、現状最下位、うん、借金が15、はい、一緒や、交流戦1週間戦ったけど一緒や、はい、増えてもないけど減ってもないわ、うんうん、っていう中で、はい、でもよ、チーム打率は5月の方が3月4月2割1厘だったのに2割2分2厘って上がってるの。あ、まあ一部上がってるんですね。打つの上がってるんで、まあ、だから騎士とかな、うん、はい、ちょっと打ったりもしてるし、あと昼間が上がってきたよると、うん、佐々木チャンネル推しの村田レオン君が、アグレッシブと無謀がちゃうねんって、あんな点差がついてる時に必死こいてやりすぎやねんって、そういうところは要領よくやらんともったいないよな。よそ見するぐらい余裕ないとね。それはあかんで。よそ見はよくない。ボールは一つ、いやいや、もう、いやでも救世主だと思いましたけどね。嬉しかったけどね。でも上がってんねんけど、ホームランが減ってんねん。おー、あ、そうなんだ。で、あと盗塁も減ってんねん、はい、だからちょっとやっぱ5月になってから一気に仕掛けんくなったもんな。うん、負け出したらやっぱり仕掛けれんくなるのかな。俺とか逆に仕掛けすぎて多分怒られるパターン。動きすぎやっつってもっとじっとしとけみたいな、うん、で、エラーの数はほぼ変わらない、うん、でもね、西武打てへん打てへん言うやん、うん、一番の問題で打撃しちゃうわ、はい、防御率が3月4月 2.56 だったのに、うん、なんと 3.82 で爆上げ、1.3 も悪くなってんねん。そんな悪くなりました？先発防御率で 1.85 だって、えぐいぐらい良かって、うん、それがなんと先発 3.41、 あら、倍、ほぼ約倍悪くなってる、まあ、今の西武って言ったら、まあ、先発とか、まあ、ピッチャーがいいチームってイメージが、うん、そこがね崩れちゃうとまた戦いにくくなりますよね。リリーフが 4.25 で悪かったのに、うん、4.71 とさらに悪くなってるね、うん、だから打てへん打てへん言うけど、まあ、打てへんけど、うん、もうピッチャーもあかんな。だからまあ平がいないのきついよな。うん、高橋君ね、投げても投げても勝たれへん。まだ一勝もしてない。ちょっと球切れないよな、全体的に。でもちょっとでかくなりすぎてんちゃう、うん、感じ的にね、うん、だからやっぱ投手陣やろ、このきつさ。そうです、ね、何気に打つのもきついけど、うん、だから投手陣のアドバンテージないから結局勝ちきれへんのやろな。竹内投手めっちゃ頑張ってますけどね。うん、負けなしでね。でもやっぱ高橋光太投手が勝ててないのがちょっと痛いですね。痛いね。復帰してきたからこっからかっていうところで、こっからも勝たれへんしな、うん、今0勝5敗ですから。どうする、どこ目指す、どこ目指す。もう俺はね、目指すの、はい、西武はここを目指した方がいいっていう、うんうん、もう言っていい、はい、来年やな。早い。え、まだ6月入ったばっかですよ。借金15、うん、6、7、8、9、はい、基本4ヶ月で、うん、4ヶ月で、うん、まあ、5位、3位に行くには貯金作らなきゃいけないから、はい、貯金4を4ヶ月連続です。6、7、8、9、うんうんうん、そうですね。貯金4って言ったら、5月のホークスです。うわー、あと貯金4で言えば巨人が、貯金3なんで巨人よりも1個多い5月、うん、でも巨人今首位、はい、セリーグ、ね、4-4-4-4 やで。だいたい平均、まあ、24試合ぐらいあんねん、はい、1ヶ月、はい、だから24試合で言ったら14勝10敗、はい、ができたら3位ギリ、うん、なるほど。それでもいけるかどうかギリやで、うん、貯金1になる。他のチーム次第ですからね、うん、でも近年で言うたら矢野さんの最終年16試
借金16あった阪神逆転してますからね。うん、でも確かに借金16で何位から最下位から、うん、5月終了時点では 12.5 なんですよ。で最終的に3位まで入ってるんですよ、うん、7月24に完済してるんですよ、うんうん、でも今あれやで、え、3位まで12ゲーム差、1位まで16ゲーム差、1位まで 12.5 あったんですけど、今西武1位まで 16.5 やで。ちょっと1位をね目指すのはちょっともう、3位までが 11.5 、うん、だから3位までと一緒だよ。そうですね、うん、1位まで。去年の楽天は借金18を完済しましたから、お結局もしかしたら最終戦勝ったら2位まで行きましたから、うん、だからまあ大型連勝すれば分かんないんですよね、うんうん、必須やな。はい、そうなったら交流戦は負けられないね。交流戦マストっすね、うん、マストですね。交流戦マスト、うん、絶対に負けられない。でも巨人に勝ち越したからだ。え、じゃあ負け越した、うん、中日に勝ち越したんだよ、ね、だから現状言えば3勝3敗だね、うん、交流戦ね、はい、うん、どうする、うん、でもさ、まあ、今年3位に入るのもまあいけたらいいけど、うん、同じことやってても同じやん、うん、もう腹くくらなあかんやん、うん、それだったらもう来季に向けて我慢して、うん、中島さんがこれ紅林を我慢して使ったように、はい、まあ、もちろん全試合使う必要はないけども、うん、こう育てていくために、うん、来季に向けてもうずっと使い続けるとかね、うん、勝負かけるとか、ね、そうなんかもう出したり出さなかったり逃げ落としたりとかってやってても、うん、だから全員そうする必要はないけど、もう格ってこいつおかわり君だって最初、うん、ね、あれ多分伊藤さんだったと思うんだけど、うん、あの三振も多かったけど、うん、それずっと使って、うん、久信さんか、渡辺久信さんかな、伊藤さんの時に使われなくて、で渡辺久信さん監督になって、うん、で三振してもいいからって言って使い続けて、ああなったから、うん、いや我慢が大事だから、うん、ファンに罵倒されても、うん、お前愛人起用かって言われても、うん、我慢してっていうのも一つの手だよね。でも今もうそれをやったらファンもなんか分かる気がします。ああもうこれ育ててるなもうっていうのが。でもファンとしてどうなんですか、やっぱ。いやいや、それはその選手を応援してる人は育ってるなっていうけど、うん、その選手のおかげで自分が応援してる人が出れなかったら愛人契約かっていうから。あ、そっかそっか、そうですね。結局ファンの人も自分たちの利益で、うん、あの発言変わるから、はい、結局そんなもんだよ、うん、私やっぱ勝ち試合が見たいですしね、ファンもね、うん、うん、そうしないとやっぱお客さんもこう、ね、入らなくなっちゃうし、ね、うん、でも高橋からも頑張らないとポスティングいかれへんからな、うん、今なんて日本の投手陣爆上がりよ評価、ね、メジャーで、はい、よかったらね、今年結構頑張り時ですけどね。そう一番納得しなかった渡辺監督がね、渡辺 GM が監督になっちゃったからね、一番ダメやり取った人が、だから頑張らんとね。でもこれでも渡辺監督もよ、うん、あの監督になってから借金15以上になったら、うん、そう共倒れやからな。そうですね、まあでもどうなるかだけども、うん、でも基本あの監督が途中で交代して、うん、いい成績が残った人そんなにいないんだ、ね、うん、小川さんとか、あとはもう終盤とかあるよね、うん、前半変わってあんまないんだよね基本的には。だからそこら辺も来季に向けても必要かもしれないけど、まあ、ちょっと交流戦終わるまで待とうか。そうですね、そうですね、このもう、うん、あなたのチーム消化ゲームですよは、うん、6月待って判断しよう、はい、早いなこっから大型連勝するかもしれない。そう、まだここは勝負の交流戦やな、はい、で、セリーグが中日ね、うん、なんかちょっとふわふわしてんな、うん、でも中田が帰ってきたの大きいね。いやめディカーソンも頑張ってるやん、ディカーソン、ね、いいところでホームラン打つやん、うん、はい、中日が4位、はい、3位阪神 2.5 ゲーム差、うん、貯金2、あ、借金2、うん、でも5位 DeNA に 0.5 ゲーム差、うん、でヤクルトに4ゲーム差、うん、で交流戦は今3勝3敗で6位、うんうん、ね、でチーム打率が2割3分7厘から2割3分1厘ちょっと落ちてるで、うん、やっぱ中田がいなくなったからホームラン数も落ちてるよね、うん、でも盗塁増えてんね、3個しかしなかったのよね、13個っていう足を絡めたところも増えてるし、はい、うん、あとは防御率か、防御率が 2.79 から 2.63 良くなってて、で先発が、でも先発悪くなってるな、リリーフが良くなってるだけで先発ちょっと悪くなってるね、うん、ちょっと小笠原とか投げてもいいピッチングだけど勝てないみたいなのあるけど、何気に柳とかちょろっと取られたりね、うん、するとこもあるし、リリーフは頑張ってるよな、うん、みんな松山、斎藤豪樹、藤島、ライデル、うん、ね、ね、
ね、うん、だからまあデータ通りの感じの戦い方だけど、うん、3月4月は結構チャンスで1本出てたもんな、うん、いや今年違うねみたいな、はい、5月になってチャンスで1本あんま出なくなったんだよね、うん、だそういったところで3月4月は得点72点取ってんのに、はい、5月は58点しか取ってないね、うん、だ14点も下がってで失点は82点から72点に減ってるから、うん、点は取られてないけども得点が減ってることによって、うん、去年のドラゴンズになってるんだよ5月が得点が減って、うん、だからそこが、まあ、なかなかね復帰してきて、うん、これ昨日もねなかなかいいところで打って勝ってるから、うん、ここがまたね3月4月の勢いが出ればワンチャン3位もね、うん、今のところまあでも1位とも3ゲーム差だからね、まあ、そんなにそんなに、ね、そう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 、うん、だからこの交流戦をねうま、ん、く立ち回れれば、うん、でもまあドラゴンズはねあのここからソフトバンクが待ってるからね、はい、だからもう巨人は乗り越えてるからね、うん、ホークスしかも勝ち越してね、うん、それ上位はあと阪神が戦ってないだけだから、うん、巨人は2勝1敗で勝ち越してカープは3連敗、うん、でも3連敗したとしてもその前までの貯金が生きてるからね、うん、カープはいいけども、うん、ドラゴンズはどっちかというとゴブゴブできてるから、はい、このホークスどう乗り越えるかやな。ここ3連敗したくないですよね。あ、うん、なんならねここが結構勝負ですね交流戦のね、うん、中日はでも村松くんが5月めっちゃ頑張りましたよ。めっちゃ頑張ってますね、いい感じでね、いい感じ。今打率も3位に引け取って入って、だから村松、田中、三木の二遊間頑張ってるよ、ね、うん、頑張ってます。いい形でね、本当に、うん、2年目コンビがね、うんうん、でも木下が盗塁1個も刺されへんねん。その分がだから加藤君、だから守備の加藤君を取るか、うん、打つ木下君を取るかですよ、うん、難しいもんですよ、まあ、これファンの中で言われてるんですよ、うん、守備なんて教えたら上手くなんで、だってできてたのにできなくなってるやん、うん、できなくてできないじゃんや、うん、できますもんね、うん、できててできなくなってんだから、うん、何かの不都合が起きてるだけだから、うん、いい時のものをしっかり直せればいいだけだから、もし仮によ新しいこと取り組んでんだったら今すぐやめた方がいいよね、うん、何かを変えたんだったらね今すぐやめた方がいいよね、うん、しかもちゃんと投げてたらいいけどね、ちょっと商売したりとかね、あっち行ったりこっち行ったりしてるからね、うん、あとはもうメンタルね、はい、どう思ってるか分かんないけど、うん、俺がそういう状況の時に一番考えてたのは、うん、早く走れちょっと。そう企画してくれることを常に願ってたから、うん、なぜかっていうとそれまでにやってきた練習、うん、新しい試み、うん、ね、修正してきたこと走ってくれないと試せないわけ。確かに試せないですね、うん、走らないで走らないでだったら、うん、その方がモヤモヤするわけ、うん、俺はこれで修正してきたやつが正しいかどうか、だから早く走ってくれ早く走ってくれって言って、うん、うわーって投げてたから、まあでも成功が一番の薬になりそうですよね。そう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 、そしたら安心するわけやん自分の中で、うん、早くちょっと食いっこ遅いよって思いながらだからそういうところも、うん、あとそのやっぱそういう機会が自分が苦手なことが起きてくれ起きてくれって思わなきゃいけないよね、うんうん、そうじゃないと日頃の練習の成果が分かんないから、うん、だから木下がもういやどうしよう走られたどうしようって思ってるんだったらもう一生無理だね、うんうん、俺だったらもうそう走ってもらえよなーって、うん、俺だったらベンチからコーチだったら俺は来たよ木下走ってもらえーって、うん、って言うで、うん、そうですね、ほらお前克服するチャンス来た走ってもらえーって、うん、おなかなか走れへんな早く行ってくれ練習の成果出したいんやっつって俺がコーチだったら言うで、うん、そら走ってさせなかったら、うん、あーまだちゃうな足りひんな練習、うん、つってまあ早くね成功させてあげたいですよね。そう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 、そしたら変わりそうですからね、うん、だからまあでも後ろは、でも後ろはいいからね、うん、ピッチャーね、うん、あちょっとライデル1個早いよあれは、あれはさすがに早いで、ね、うん、中島さんもあれ試合中言わな終わってから言っても何も始まらへんで、うん、まあでも本当中田が帰ってきたからね、だからいい感じで踏ん張れてるからね、うん、ここもね今借金2だけども、うん、ここ踏ん張りどころだから、うん、最低でも交流戦貯金作って終わりたいね。そうですね、うん、だからその中ではホークスとのね、うん、中だけどもね大事ですね、うん、でもまあまあいい感じは間違いないしね、うん、でも終盤やっぱり安心感あるのは強いよね、はい、リリーフはね、まあそこは打たれる可能性もあるけども、うん、現状ね、今よ、うん、今日だったら、うん、セリーグの中で一番安心感あるんちゃう後ろ、うん、ね、ちょっと阪神もねゲラと岩崎がやらかしちゃったけど、まあもともと阪神も安心感あるけども、うん、今日だったらドラゴンズ一番安心感あるから、うん、後ろはね、だから早めに援護し合ってね先発安心させて交代できるように、そうじゃないと勝ち星ついてないからまだ変わりませんって言うからね、うん、同点だから行きますみたいな、うん、なるからね、うんうん、そういったところだね。でもあとはまあいい感じで出てるし、うん、まあ、西武は本当にもう交流戦次第で、はい、もう本当に6月の総チェックで、うん、もうあなたのチーム勝負ゲームですよっていう発言になる可能性もあるからね、はい、もう最後のもう今シーズンかけた最後の勝負ところね本当この
交流戦めちゃくちゃ重要ですね。そうそうそう。でドラゴンズはなんとか貯金を1個でも2個でも作って終われたらもうバンバンだいじゃん、うん、交流戦ね。まあ、そうホークス戦粘ってほしいですね。そうそうそう、どうなるかだね。ホークスとはバンテージになるんで、こうね、アドバンテージ持ってやってほしい。今柳田いないから。そうなんですよ。そう。よかったんですよね。さあ、ということです。はい。